ピピピピ、太ってる人、髪型変えても太ってることの方が前に来て、髪型に触れてもらえず悲しい思いしがち、おかず力調査隊隊長の岩本です。よろしくお願いします、なんでね、今回一人でこんなにかしこまった動画を撮っているかと言いますと、私岩本、この度第5回ブレイキングダウンオーディション参戦決定。よいしょ。このブレイキングダウンっていうのが、まあ、何かと言いますと、1分間という制限時間の中で、1対1で戦って、最強の男を決めるという、朝倉未来さん、格闘家の朝倉未来さんですね、主催の格闘技イベントとなっております。でこちら前回大会の、YouTube 関連動画の再生回数が、まあ、2200万回を超えるとい もう超一大イベントでございますので、まあ、過去の大会でいうとあの YouTuber のヘズマリュウさんとか、あとはあの青汁王子とかですね、あとはあの後藤真希さんの弟とかですね、まあ、あと有名 TikToker だったり、あのかなりあの、まあ、有名な方々も出られていたり、この大会に出たことをきっかけにあの知名度が上がったりあのしたような方も、まあ、たくさんいるという大会でございます。で、私岩も、なぜ今回このブレイキングダウンに、挑戦したかというと、まあ、理由は大きく2つあって、まあ、1つ目は、まあ、その自分自身の、知名度を、まあ、上げたい、このおかず力チャンネルの YouTube をもっと多くの人に見てほしいというのが一つと、もう一つはあの、まあ、僕が今、やってるアメリカンフットボールという競技をあの国内でもっともっと人気のスポーツに、したいなという思いです。アメリカンフットボールまだまだ日本国内ではマイナースポーツなので、アメフト見に来てくださいとただただやみくもに呼びかけるよりも、こういうブレイキングダウンのような、みんなが見るイベントにこちらから出向いて、アメリカンフットボールというものの存在をね、皆さんに知ってもらいたいなということで今回チャレンジを決めました。で、肝心の、まあ、格闘技の経験なんですけれども、まあ、正直もう全くゼロです。今まで僕は、柔道を12年間と、まあ、アメリカンフットボールが、まあ、現在までで12年っていう経験はあるんですが、格闘技本当に全くの素人なので、あの、まあ、今回出場するのを決めてからあのキックボクシングのジムに、通うようになりまして、今現在毎日ハードなトレーニングを、行っているところでございます。まあ、いろんな喧嘩自慢みたいな人とかもきっとたくさん来ると思うんですが、まあ、私はもうこう見えてもあの喧嘩無敗の男でございますから、あのその実力をね遺憾なく発揮してやろうと思っております。でこの、まあ、まだねオーディション受けるだけじゃんと思う方もねきっといらっしゃると思います。なんですけどこのオーディションに参加するっていうのは結構すごいことで、あの前回大会でいうともう応募者1500人以上、まあ、前回よりもあの多いとされているので、まあ、相当な数の、ね、応募が、来てると思います。で、まあ、何人がオーディションに行くかわからないんですけれども、まあ、それでも相当あの現段階で狭き門をあのくぐったということになりますので、いよいよねあのそのオーディションっていうのを今週末に控えておりまして、あの実際にね朝倉未来さんにお会いするということで、もう僕もねめちゃくちゃ高ぶっておりまして、もう今日もうまさに今日ですね、あの美容室行きまして髪の毛をあのバチバチに仕上げてきたところでございます。皆様、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。頑張ります。